Hi, I'm Kaname. In this video, I'm going to talk about another tricky yet very common word, Kagen. What is Kagen? Kagen literally means addition and subtraction. So, what does it mean? So, it means to adjust. For example, if I want to pick up tofu using chopsticks, if I put too much pressure on it, tofu will break. But if I don't put much pressure on it, then I can't hold it.So I'll adjust my strength.To adjust your strength will say 力を加減する豆腐を箸でつかむには力をうまく加減しないといけません。力を加減する to adjust your strength。うわぁ、すごい気持ちいい。どうして田中さんはこんなにマッサージが上手なの人によって力を加減してるんですよ。 肩を触ってみたら、だいたいどれぐらいの力で揉めばいいかわかるんです。So, 加減するを力を加減する means to adjust your strength. You can also use 加減 as a noun. So say, 加減が難しい It means it's hard to adjust. For example, この前、パークゴルフ初めてやったんだけどさ、あれ結構難しいね。力の加減が難しい。 ちょっと力入れると飛びすぎちゃうしでも力を入れないと全然飛ばないしそうそうパークゴルフはねまずその力加減が重要なんだよ You can say 力の加減 or 力加減 Either way is fine ねえこれ何あーそれハリセンって言って頭を叩いたりする道具結構音が出る割には痛くないんだよね へえ、面白いね。ねえ、たたいてみていいああ、いいよ。えっってお前、ちょっと力を加減しろよ。そう、力を加減する or 力加減する means to adjust your strength or power.You can also say 手加減する to say go easy on someone by adjusting how much effort you put on something. ねえ、暇だからさ、ストリートファイターやろ俺がお前に勝てるわけないだろ大丈夫だって俺手加減するからさ、やろうじゃあお前絶対手加減しろよ。チェックメイト。うわぁ、負けた。え あんたたが負けたのでも手加減したんでしょいやいや俺手加減なんてしてないよ今回は本気でやったよ翔子お前本当に上手くなったなでしょ私田中さんに勝つために一生懸命練習したもんねえなんでコータ泣いてんのパパがプロレスごっこでこてんぱんにしたんだってあんた何やってんのコー太はまだ9歳だよ ちょっとは手加減してあげなさい。俺はあいつをちゃんとした男だと認めてるんだ。男同士の戦いで手加減することは失礼に当たる。あんた何バカなこと言ってんの言ったー。お前こそ少しは力を加減しろよ。あんたは立派な男なんでしょ一発殴ったぐらいでそんなにメソメソしてるんじゃないわよ、あんた。 If you don't know how to properly adjust your strength, then you are 加減を知らない。あれなんかテレビが変になったよ。ああ、たまにこうなるんだよ。でも大丈夫。ちょっと叩けば治るから。おい、悟空。ちょっとそのテレビ軽く叩いてくれ。お、分かった。軽くって言っただろう。んと。 本当にもう、悟空は加減を知らないんだから。悪いな、クリリン !You can attach some nouns to 加減 to say the degree or the extent of something. For example, if you say 塩加減。塩 means salt. 塩加減 means how much salt you put in a dish or the level of saltiness. ねえ、ちょっと塩加減がわからないからさ ちょっとこれ味見してみて。うーん、ちょっと薄いね。薄いじゃあちょっと塩入れてみるね。いやー、この料理塩加減が難しいんだよね。焼き加減 means degree of doneness.how much something is cooked。ステーキの焼き加減はいかがなさいますかじゃあ、ミディアムレアでお願いします。湯加減 means the temperature of water in bath。あー、いい湯だった。 湯加減はどうでしたちょっとぬるかったですかいや、湯加減ちょうどよかったよ。ぬるくも熱くもなくて。There are other combinations like 火加減、甘さ加減、水加減、味加減、バカさ加減、etc. to say degree of something. But the most common way s to use 加減 is to say いい加減。What is いい加減いい加減 is used to say It's about time for you to quit doing something People often say to say it's time to quit doing something or it's time to start doing something People use this phrase when they had enough of someone's action or inaction no わかってるって、この漫画読み終わったら寝るから。あんたさっきも同じこと言ってたじゃない。もうダメ。今さっさと歯を磨きに行きなさい。えーもうちょっと待って。これ読んだら行くから。あんたいい加減にしなさい。今すぐ漫画を置かないともうこれから漫画買わないよ。わかったよ。はい、置いた。じゃあこれから漫画ちゃんと買ってね。 あんたは本当に調子がいいんだから。When your friends are quarreling and you had enough of it, then you can say, いい加減にして to say, that's enough. お前ベーコンにマヨネーズつけて食べるのそんなんだからダイエットに失敗するんだよ。うるさいわね。そんなの私の勝手でしょ人の食べ方にいちいちケチをつけないでもらえる いや、ケチをつけるつもりはないけどさ、ベーコンにマヨネーズはないな。ほとんど脂食ってるようなもんじゃん。うるさいわね。じゃああんただってラーメンにご飯と餃子入れて食べるのやめたら全部炭水化物だから。いや、俺は別にダイエットしてないし、お前とは違うよ。あんた本当に嫌な男ね。第一ね。 いい加減にして2人ともうちでそんなくだらない話で口論しないでちょうだい。You can also say いい加減 when you had enough of someone's inaction。早く行くぞ。あ、もうちょっと待って。そろそろ行くぞ。あとちょっとだけ待って。おい、お前いい加減にしろよ。早く降りてこい。あとちょっと待って。お前本当にいい加減にしろよ。 今すぐ降りてこないと、お前、ケツの穴から手突っ込んで奥くガタガタ言わしたるぞ。You can also use いい加減 or いい加減に as an a d verb to say it's about time for someone to start doing something or stop doing something. あんたまだ起きてるのもう11時だよ。いい加減に寝なさい。いい加減 carries a vibe that you need to know when enough is enough.I understand that you want to stay up late, but タイガクソ大学卒業して遊びたいのはわかるけどさ、もう卒業して二年だよ、いい加減仕事探したら。でもさ、今頑張って仕事しようって気分にならないんだよ。気分って。

Because this person is so careless and not serious, you won't expect this person to complete his task. So that kind of person is いい加減な人。あ、おかえり。ねえさっき頼んでおいたもの買ってくれたえ、頼んでおいたものってえ、さっきお金渡して、醤油とかネギとか買ってきてって言ったじゃん。あ、そうだっけ忘れてた 何やってんのそれじゃあ晩ご飯作れないじゃん。じゃあいいよ。私買ってくるから。じゃあお金返して。いやー、それがさっきパチンコで全部使っちゃった。はいやー、お使いのこと完全に忘れててさ、財布にあったお金全部使っちゃった。ごめんね。ごめんねじゃないわよ、本当に。あんたほどいい加減な男見たことないわ。 You can also use いい加減 to describe a careless, irresponsible action. For example, say your job is to clean up the toilet. You only cleaned up the surface of the seat, but you didn't clean up the rest. You neglected some of the job that you need to do. Then people will say そんないい加減な仕事するな.いい加減な仕事 means It seems like you're doing the job, but actually you are neglecting many things that you have to do. ちゃんとトイレ掃除したしたよ。どれどれ何よこれ。全然掃除してないじゃない。でも、便座の表面はティッシュで拭いたよ。表面ティッシュで拭いたって、そんないい加減な掃除、掃除って言わないよ。 あ、なめこさん、この前、週刊誌に載ったらしいですね。そうなのよ。年下イケメン男子と不倫デートって。でもあれ、弟なんだけど。週刊誌の記者、そんなことも調べないで記事書いたんですね。ほんと、いい加減な仕事してますよね。ほんとに迷惑よ。あんな、いい加減な記事書かれて。いい加減な記事、suggest that this article is carelessly and irresponsibly written. あそういえば犬の名前決めたのおう決めたよ。慎太郎にしようかなと思ってんだ。慎太郎あんた頭おかしいんじゃないのそんないい加減な名前つけていいわけないじゃん。日本っていつどのように誕生したんですかああ日本はな、そりゃもう大昔にな、すんげえ偉い神様が二人いてな、その神様の一人が自分の体見て、あれと。 俺の体なんか余分なもんついてるべ。あれと、お前の体なんか足りねえんじゃねえのかこの余分な部分をお前のその足りねえとこに差し込んだらどうなるべかなつんで、日本が誕生したんだよ。あんたそんないい加減なことを教えるんじゃないの。いい加減なこととはなんだこれは本当のことだぞ。